今日は院長でいらっしゃいます山室孝之さんにお越しいただいています。おはようございます。おはようございます。今日は骨の模型をお持ちいただいています。はい、これ背骨ですか。背骨ですね。はい、ラジオではちょっと見えないとは思いますが、はい、さあウェブラジオでご覧になっていただいている方には見ていただけると思います。あ、そうなんですね。はい、さあ今日のお話なんですが、まあ、姿勢と睡眠との関わりについて、はい、そうですね、はい、お話をいただきたいと思います。はい、先日眠れないっていう話をこう聞きまして、はい、まあ、その姿勢と睡眠がどのように関係するのかということをね、お話しさせてもらいたいと思います。で、来られる患者さんの中で、はい、結構やっぱり眠れないっていう方が、ちょくちょくいらっしゃるんですね。でその方の、まあ、姿勢を見てみると、まあ、やはりこうかなり歪みが発生している。特にどこかというとその首の歪みが発生していると、まあ、睡眠障害、まあ、眠れない、もしくは逆に眠れすぎると、はい、もう昼間も眠りたいと、状況になっている方が結構いらっしゃいます。そうですか。でまあ、どんな状況かというと、はい、背骨の中には、まあ、脊髄神経っていう大きな、神経、太い神経が通ってるんですけど、まあ、そこにはそのよく、まあ、聞かれたことはあると思うんですが、交感神経、副交感神経というのがあると思います。はい、で基本的に、まあ、起きてるときは交感神経が働くと、で寝てるときは副交感神経が働いて、眠たくなっているというような状況なんですけど、それが姿勢が歪むことによって、背骨の中の神経を圧迫することによって、交感神経が働かないといけないのに副交感神経が働いたり、逆に、眠たい時に、眠らないといけない時に交感神経が働いたりとかということで、眠れないという状況に陥っています。はい、ですから、それを改善しようと思うと、まあ、姿勢の分野から言うと、まあ、ちゃんとした、まあ、首だと、まあ、綺麗なカーブがあるんですけれど、そういったカーブを保つ。そうすると、その周りの筋肉の、まあ、筋肉にはその血管が流れてますので、はい、まあ、筋肉が緩んで血流も良くなって、睡眠導入しやすいという状況になります。はい、ですから、まあ、それを治そうと思うと、まあ、ある程度の施術は必要になってくるんですが、歪み始めた時っていうのは早くすれば自分の運動で治るんですね。でそれが歪んでるのに気づかずに1年2年放置すると今度は治療が施術が必要になってくると。早く発見するだけで自分で改善することができるということです。ですから自分の健康と姿勢っていうのは非常に深く関わっているということなんですね。そうですね。私も先生にきっと施術を受けないといけないくらい、はい、先日というかね、はい、いつか見させてもらったら、まあね、あまり脅すわけではないですが、はい、あまりいい体はされてないなと。そう、それを聞いてドキッとしたんですよ。パッと見ね、こうすごい綺麗には見えるんですけれど、やっぱりこう細かい内部のところを見ていくと、はい、やっぱり歪みがね結構発生しているので、まあ、分かったうちにこう改善するのがいいかなと。そうですね。その歪みを放っておくと先ほどのいろんな障害が出てくるということなんですよね。そうですね。はい、さて KCS センター福山院ではやはり全てこう姿勢から姿勢を正すことからということで姿勢についてのお話をしていただいているんですが、姿勢を正すことによって自分の体調っていうのをある程度管理することができるということなんですよね。そうですね。はい、さあ KCS センターなんですが場所はどちらにあるんでしょうか。沖ノ上町の、1丁目、の 2-26 になります。はい、何かこう大きな目印がありますか。そうですね、通りでいうと太田記念病院さんの通りになるんです。はい、で、それをもう少し中国電力側に寄ったあたりにまあ、うどんの記念屋さんとか、うなぎ屋さんとかがあります。はい、その周辺にちょっと路地一本入ってしまうんですけれど、はい、行ってもらったら分かりますので、はい、はい、ぜひ一度お問い合わせください。そうですね、ちょっと体調が思わしくないんだけれどもという方はぜひご相談をしてみてはいかがでしょうか。連絡先をお願いいたします。はい、084-928-3718 です。928-3718となっています。はい、ぜひね自分の姿勢を見直すところから。そうですね。はい、入ってみてはいかがでしょうか。はい、今日は健康をサポートする KCS センター福山院の山室孝之さんからお話を伺いました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました、うん、睡眠も姿勢に大きく関わっているという非常に興味深いお話でした。